シャローン、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。はい、ということで今日の Vlog はウクレレワークショップレポートです。先日ですね、2月の10日の日曜日に木和屋商会で行われた鈴木智樹さんのワークショップに初めて参加してまいりました。イエーイ。私ね、ウクレレ始めて1年半ぐらい経つんですけど、今までねウクレレのワークショップとか1回も行ったことがなかったんですよ。だから教則本とか YouTube とか、あとはつながりのあるウクレレフレンズさんとかにいろいろ教えていただいたものを糧にですね、頑張って独学でやってきているんですけれども、まあいつかねワークショップとかって行ってみたいなとは思っていたんですよ。やっぱり絶えずこの独学の壁、もう独学でやってらっしゃる方でしたらお分かりいただけると思うんですけど、この独学の壁がですねバーンと前に立ちはだかってまあそのたんびになんかこう工夫しながら乗り越えたような乗り越えてないようなそんな感じでずっとやってきたんですけれども、昨年末鈴木智樹さんのツイキャスを見ていた時になんかすごくね元気をもらえたっていう時がありまして、でねすぐにね鈴木智樹さんの CD を買ったんです。それで繰り返しいつも聞いていたんですけど、そんな時にですね、インスタグラムのウクレレフレンズさんとなんかいつか一緒にワークショップ行けたらいいですねみたいな話をしていて、で鈴木さんのワークショップが2月にあるっていうことが分かったのでですね、これはいいタイミングと思って申し込んで行ってまいりました。もう家族の協力あってのすっごい楽しい時だったんですけれども、ウクレレワークショップって私初めてだったんで最初すごい緊張して行きました。実はね木和屋さんに行くの自体も初めてだったんですよ。だからどんなところなんだろうってすっごい緊張して行ったんですけど、まず木和屋さんの店内に入るともう壁中にウクレレがかかっていて、1階は木和屋さんのブランドのウクレレが無数に壁にかかってました。でなんかこうお店の雰囲気もすごく良くてですね、なんかウクレレって楽器屋さんにもよると思うんですけど、割とこう弦楽器だからこうギターのコーナーの隅っこの方にちょっとウクレレがあったりするっていうパターンが結構多いと思うんですけど、もう木和屋さんは専門店だから、ウクレレ専門店だから、もう扉を開けた瞬間にもうウクレレがバーって広がってる世界で、もう沼の住人としてはですね天国っていう感じだったんですけど、で2階の方にはもうちょっとハイエンドなモデル、個人制作家の方のモデルだったり、また木和屋さんのハイエンドモデルだったりが並べられていました。もうそちらもねすっごい素晴らしい、もう目移りしちゃうっていう感じのスペースでした。で私たちがワークショップを受けたお部屋にはですね、もうヴィンテージウクレレがずらっと展示されていて、うわーすっごいみたいなもう博物館みたいな感じです。ウクレレ博物館みたいな感じでウクレレが並んでました。そんなお部屋でですねウクレレワークショップ開催されていたんですけれども、今回鈴木智樹さんのウクレレワークショップ課題曲はですね桑田佳祐さんの白い恋人たちでした、ね、で私が受けたワークショップは中級者向けっていうことで、最初ね中級者ってすごい難しそうじゃないと思ってちょっと待てと思ったんですけど、括弧にねウクレレ2年目ぐらいって書いてあったんですよ。2年目ぐらいからみたいな感じで、あ、ウクレレ2年目どうしよう大丈夫かなみたいな、だって自分の意識はまだ初心者だから
あ、でも最近初心者っていうとそれは違うだろうっていう風に言われちゃうこともあるんですけど、そうだよな、一番最初の初心者とはちょっと違いますもんね。だからまあ 初級者、初心者の上って初級者ですかその辺も分かんないけど、初級者ぐらいなんじゃないかなっていう自覚なんです。そんな中で中級者クラス行ってみたんですけどあ、でもね、ワークショップ来ていた方々は結構初級者クラスから中級者クラスをこう投資で通ってる方が多くて、あ、そうか、両方受けるっていう手もあったんだみたいな。でもね、まあ時間の都合として私はまあ一クラス取るのが精一杯だったかなっていう感じだったんですけど、で中級者クラスに出てみました。で、もうね、ワークショップ中は目から鱗がボロ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 みたいな、こんな鱗入ってたんだみたいな感じで、なんだろう、やっぱりね、自分でこう弾いてると気づかない点をすごくですね教えていただいたような気がします。特にウクレレをやってて、こうなんていうか、曲が綺麗に聞こえないなっていうのの一つに、音がプツプツと切れてしまうっていうのがあると思うんですよ。私も本当に最近それを悩んでいて、特にあの楽譜、タブ譜がどんどんこうレベルアップしていくと、運指がすごく忙しくなっちゃって、バタ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 しちゃって、で音がプツ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 切れてしまって、なんか上手に聞こえないというか、滑らかな曲の流れにならないっていうね、そういう悩みがあったんですけれども、やっぱ鈴木さんのワークショップに出てですね、やっぱ運指の大切さ、重要性、それがねすっごく身に染みてよく分かりました。あー、そっか、今まで運指もうどの指でどこを押さえるかって、まあタブ譜には書いてないわけですよね。教則本には書いてあるんですけど、タブ譜には書いてなくて、それをどうやって決めてたかっていうと、もう適当に決めてたんですよその都度その都度これが抑えやすいかなっていうところで決めてたんです。だけど鈴木さんによると、やっぱりその前後の流れというか、なるべくこのコードの音を切らないように前の音の指を押さえながら次の動かせる指を動かして次の音を弾くっていうね、そういうところをすごくよく教えてくださって、あ、そうなんだ、だから鈴木さんが弾いてる時ってなんか糸も簡単にこう弾いてるような、ね、指が全然バタバタしないから、すごいね、ただちょっとこう動かしてるだけなのに、ものすごいいろんな音がこうメロディーがふわふわって出てくるみたいなことなんだと思って、ものすごく勉強になりました。で、いろいろね、こう自分の中で吸収できた部分があるんですけど、でももちろんそのワークショップの中ではその曲を全部弾けるようにはならないわけですよ。で、鈴木さんがおっしゃってたのは、あとは反復練習、もう何度も何度も繰り返しやってみるっていうことでですね、なるほどなーみたいな。だから私今までこう運指のことはもうどういう指運びをするかっていうことはもう置いといて、ずっと反復練習をずっとやるっていうことしか脳がなかったんですけど、あ、その前に1段階あるんだ、あのどういう運指でやるかっていうのをまず考えて、で多分反復練習していく中でまた改善したりとかあると思うんですけど、その運指をこう滑らかな運指、また音を切らないように工夫する運指を考えた上での反復練習なんだなってすごい思わされたんですよね。いや、ワークショップっていいですね。特になんか自分が好きなアーティストの方に教えていただける機会があるっていうのは、なんかこれってあのウクレレ界のなんか特権なんじゃないかなと思います。だってもっと畑の広いねギターとかだったらなかなか難しいと思うんですよ。ギターの有名プレイヤーの方にギターを教わる機会って倍率も高いしすごいことだと思うんですけど、ウクレレ界ってまだまだシェアが少ないじゃないですか。だからすごい有名なプレイヤーさんにそのまま教えてもらえちゃうみたいな
鈴木さんもなあと数年したら手の届かない人になっちゃうんだろうな。今のうちですよ皆さん。鈴木さんのワークショップぜひですねチェックしてみてください。で、キワヤさんも本当にたくさんね年間通していっぱいワークショップ企画してるようなんですよね。私もなかなか知らなかったんですけども、スクールとかもやってるみたいで、あ、またぜひお邪魔したいななんて思っちゃいました。で、ワークショップの様子はちょっと動画に撮ることできなかったんですけれども、最後に鈴木さんがですねキワヤさんの100周年記念 CD で演奏されている恋するフォーチュンクッキーをですね演奏してくださったんですよ。ちょっとでも会場の雰囲気が伝わるといいなと思いまして、鈴木さんに許可を得てですね皆さんにシェアしたいと思います。ご覧ください、どうぞ。やっぱり鈴木さんのウクレレって
しっとりした曲はものすごい一音一音が綺麗で、何とも言えない温かい演奏なんですけれども、こういうちょっとアップテンポな時はものすごい楽しいというか、もう聴いてて気分がすんごい明るくなっちゃう素敵なウクレレプレイヤーさんですよね。だから私も鈴木さんの呼吸の CD がすっごい気に入っていて、1曲目のフレフレ人生がめちゃめちゃ好きで朝ね、ちょっとテンション上がんないなみたいな、ちょっと今日疲れてるなみたいな時にですね、フレフレ人生をかけながらお掃除をこうしたりとかさしてもらってます。でワークショップ終わりにですね、こちらじゃん、鈴木さんのオリジナル缶バッジを買わせていただきましたこちらウクレレバッグの方にですねつけたいなと思ってます。ツーショットも撮っていただいたりなんてして、なんか鈴木さんって思いのほかめっちゃでかいなみたいな身長高いですよね。何センチぐらいあるの。私161なんですよ身長。鈴木さん180何センチあるんですかね。めっちゃでかかったですあとですね、なんと会場にウクレレプレイヤーでウクレレ社長ことシンさんもいたんですよ。シンさんともツーショット撮らせていただいたんですけど、すごくないですかなんでシンさんいるんですかみたいな、なんか一度お会いしたいと思ってたので、すごいサプライズ的な感じで嬉しかったです。シンさんも忍者ビーツとかですね、すっごいかっこいいウクレレプレイヤーなんですよ。それで起業家なんですよ。面白いですよねあと本当にね、会場でこのウクレンチャンネル見てますよって言ってくださるウクレレフレンズさんの方々がいて、もうそれもすっごい嬉しかったです。コメントくださった方とか、あのコメント覚えてますみたいなシャロームシャロームみたいなそういうね、あの本当にウクレレつながりでこう出会える方がいらっしゃって、すっごい楽しいハッピーな一日でした。もうね、疲れが吹っ飛んじゃうまた頑張ろうみたいな感じでした。なかなかね、自分の街ではワークショップがないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、少しでもこのワークショップの雰囲気が感じていただけたらなと思って今日はシェアしました。はい、ということで今日はキワヤ紹介で行われた鈴木智樹さんのワークショップレポートでございました。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。いつか白い恋人弾けるようになったらアップしますバイバーイ。